想像の戦場に降り立った僧人たちの戦いは続く。彼らは石壁でクグスの術から逃れると反撃に転じて平清盛を帝軍山へと後退させた。僧人と夏侯派は平清盛を追って帝軍山へと向かう。その地は本来曹操が宿敵劉備と派を競っていた地。龍馬軍に踏み荒らされるなど僧人には許しがたいことだった。程なくして帝軍山に到着した僧人と夏侯派はすでに陣を構えていた討伐軍の面々と合流する。そこには彩花孫一と異界の聖女ジャンヌ・ダルクの姿があった。ついに清盛を帝軍山に追い詰めましたね。相変わらず妖魔だらけですが。心を意のままに操ろうなど言語道断。この地にて清盛の野望をくじかん。聖女さんは先に戻ってな。ここは俺たちだけで大丈夫。いいえ、助けていただいたお礼です。私、おいおい、なんてけなげなんだ。もう存在そのものが奇跡か。いざという時には俺たちがいます。戻る途中で襲われる方が厄介ですよ。まあそうかもしれねえな。じゃあ俺のそばから離れるね。そう思考乱天地が歪めたこの帝軍山は殿の御用。騒乱をもたらす輩から跋扈させた。ですよね。俺たちが守らないと。しかも我らこそ葬儀鉄壁の虎。心配いらないぜ、聖女さん。あいつらは腕が立つそうだ。そして何を、この腕が。いいえ、私も戦います。さあ、行きましょう。未来を救うために。無理よく進んでるな。お、勝利はもらったようなもんだ。順調すぎるぞ。このまま終わればいいが、いずれにせよ気を引き締めて当たらぬ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。で、敵も合わせましょう。我が知略に勝とうなど、片腹痛いわ。次こそ我が知略でお前を倒す。ダメ、ダメ。剣を一段と冴えておいでですな。
す。自分が討ち取らせてもらった。本のろちやら見たまそわか、本のろちやら見たまそわか。てや引かぬ、てや引かぬ。自分が討ち取らせてもらった。一時の勝利に酔うほど愚かではない。なるほど。呼びの定めから逃れることはできん。分かったときな。はっ。いやいやいや、それはないでしょう。城下町はみんなの。総主公、無事か確かめなくては。まばゆいばかりの美女が一人。こいつは放っておけないね。罠であったか。
命に動じる我らではない。ハルセ英義の槍にて口を開く。ハノギ、やはり一筋縄ではいかぬか。心配すんな。こういう時の備えはしてあるさ。最下衆クロ、ハノギ、こっからが本番だ。せいぜいあがくがいい。敵将撃取ったぜ。けど、まだだぜ。やっと飛躍中。撃って波動撃。おお、申し分ない働きだ。これで敵も慌てましょう。出てきやがったな。任せときな。俺たちの本気見せてやろうぜ。いや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 、これ以上の本気は厳しいって。任せときな。今こそ視力を尽くすと宗主筋骨の働きをせん。我が輩を退けたとて無駄よ。滅びの定めを止めることはできぬわ。どうにか勝てたな。我が鉄壁の盾、誰にも砕かせはせん。危なかったぜ。けど、なんとかなったみたいだな。ざっとこんなもんだぜ。せっかく清盛を追い詰めましたが、ま、聖女さんが無事なら俺は満足だぜ。関羽や孫権も清盛から解放できたしな。一度に多くを望むことはねえさ。少しずつ戦果を重ねていきない。孫一殿の言う通りだ。何事も焦ってはうまく運ばぬ。そうですよね。ねえ、仲間を取り戻せたんです。きっと次こそ清盛のやつを倒してみせます。清盛や妖者に挑むなら俺の力も必要だろ。期待してくれていいぜ。良い戦果だ。